アドミル・メーメディは、ユーゴスラビア出身のスイス代表サッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー、フォワード、VFL ・ボルフスブルク所属。アルバニア人である。1999年から AC ・ベリンツオーナのユースチームでキャリアをスタートさせ、2000年に FC ・ビンタットゥールのユースチームに移籍。2006年に FC ・チューリッヒのユースチームに移籍し、 2008年7月20日のヌーシャテルザマックス戦でトップチームデビュー。8月24日、FC シオン戦でプロ初ゴールを記録した。同年は11試合で2得点を挙げ、デビューシーズンでのリーグ優勝を果たした。2011から12シーズン冬の移籍市場で、ウクライナの強豪 FC ディナモキエフに5年契約で移籍。しかし新天地では途中出場での起用が主であり、 多くの出場機会を求めて2013から14シーズンより SC フライブルクへ期限付き移籍した。フライブルクではチーム最多となる12得点を挙げ残留に貢献した。この活躍を受けフライブルクはシーズン終了後600万ユーロを支払い保有権を獲得2014から15シーズンから完全移籍でフライブルクに移籍することとなった。 フライブルクの降格に伴い、2015年6月11日に、バイエル・レバー空前に移籍した。2018年1月、移籍期間の終了直前に、VFL ・ボルフスブルクと2022年6月30日までの契約を結んだ。スイス代表としてはユースで代表に呼ばれ、UEFAU-21 欧州選手権2011に出場し準優勝に貢献した。 2011年に UEFA 欧州選手権2012予選のイングランド代表戦で A 代表デビューを果たした。2012年5月26日のドイツとの親善試合で代表初得点を記録。2014年6月15日のワールドカップグループリーグ初戦のエクアドル戦では後半開始から途中出場し48分に同点ゴールを挙げた。ありがとうございます。